します。こっちかな。19世紀後半、フランスをはじめ西洋各国では日本からもたらされた美術品が大流行り、中でも人気なのが江戸時代の天才浮世絵師葛飾北斎の浮世絵です。ドキュメンタリーはある程度出来上がったその作品に寄り添うっていうことですけども、今回はその絵を見てるお客さんにどういうふうに、うまく、ガイドできるかっていうことで、しかも今回はちょっと仕掛けが特殊で、北斎とその作品に影響を受けたであろう 西洋の画家の作品っていう、僕も本当になかなか興味が尽きない内容でもありますし、本当に面白いなと思ったところには若干の力を入れつつ、そこも楽しみの一つかなと思いながら、一生に何度もできることではないと思うんで。思う存分楽しませていただきました。絵というものでできないことがないっていうぐらいまでやりたいって言って、死ぬ間際あと5年あと10年あったらもっとすごい絵描きになれたのになっていう、そういう死に方ってやっぱすげえかっこいいロックンロールだなと思うし、こういう人だからこそ海外のアーティストもやっぱりインスピレーション影響を受けて、じゃあ北斎のこのエッセンスを自分の中に加えてっていう、そういうのがやっぱり表現者としての究極の憧れですね。北斎とジャポニスム、本当に奇跡の出会いがここにはあるみたいです。僕もぜひ本物で見比べたいと思ってます。皆さんぜひお越しください。